他の人は真似しない方がいいと思います。この武器に関してはもうやんない方がいい。と、先駆者様に言わせた武器の RTA 始まります。このようにしょっちゅう私はキャラメイクをミスります。なので、テイク数は参考になりませんが、一応この記録は1299回目にスタートした走りでした。動画内の英語表記は海外ウィキと英語表記まとめウィキを参考にしています。名前は入力速度を考慮して。最速常連の J さんは確定のためのボタン入力が1回多いのでこちらで行きます。素性はヌスッと。贈り物は黒い火炎壺。先駆者様、カゴ兄貴のチャートに習います。カゴ兄貴は黒騎士の斧槍以外の10種の武器で RTA60 分切りを達成した高名な奏者です。三日月斧編は感動対策なのでパート0からぜひ見ていただきたいです。ダークソウルは2017年1月6日にスチーム版の国内販売が開始され、私も所持していますが、本装は先駆者様と同じ条件で走る、ここ二呼吸、ためプレステ3版でのプレイになります。ここはもっと直線にライン取りできましたね。はしごを登っている間に直剣の塚とヌスッとの初期防具をすべて外します。誤差だとは思うのですが、後ほど3回落下ダメージが発生するので防具分軽量化しておきます。扉を開けつつ先ほど外した直剣の塚を捨てます。防具は必要なので捨てません。アサイラムデイモン戦。左の瓦礫が転がっている手前あたりまで走り、カメラを水平まで上げて扉をめがけて黒い火炎壺を3つ投げ込みます。初撃を回避し、黒壺をもう2つ投げます。以上です。ここも直線のラインを走っていきましょう。まずはターゲットシールドを回収。矢は滑らかに避けて旧兵との距離を詰めましょう。うまくいくと追い越せます。盗賊の担当を回収。追い越しても速くならないのか。作用か。まあでも旧兵に引っかかるよりは早いか。この霧では何もしません。装備は後でまとめてします。走行ラインは美しく、芸術点を稼ぎます。この辺りで引き返し、鉄球に当たらないように壁の右端より右側に突っ込みます。連打力の見せどころ。殴るより離した方が早いし、次に使う機関のコッペンの選択肢が楽。次のドアを開けてからの走行ラインは正確に。扉までの距離は持久力級のスタミナ1本でぴったりです。甘えていると扉の手前で歩くことになります。オスカーから託された巡礼者のおかげで扉を開け、担当とタゲシを右手に装備。この際、エストビンをスロットの右端にセットし直すことで、アイテム順をエストから人間性の慣れ親しんだ形に変えます。先に不死因のデーモンを倒した弊害ですね。スタミナ1本分走って一呼吸。最後のラインを越えて左足が地面についたのを目安にジャンプ。ムービーのロード中にスタートボタンを押すとムービー開始が遅くなるので、始まるのを見てから押してスキップ。ムービー明けはエルスティックを二次方向へ倒しておきます。まずは機関のコッペンを回収に。ダークソウル3だと三日月斧は斧槍カテゴリーになったってマジ？ここ二呼吸くらい。階段を折り返して右へ巻き込むようにジャンプ。カメラを目的の宝箱へ向け、着地からローリングを2回、宝箱を開けてコッペンを取ります。次は三日月斧を回収しに地下墓地へ。ツバイではない。滑り落ちないようにちょっと右へ向けながら中段へ降りてジャンプ。方向が悪く踏切が浅いと平坦じゃない地形に着地してしまい着地キャンセルが出ません。墓に乗るのは早くならないのでしてないです。着地キャンセルを失敗する確率を抑えられるなら墓ルートの方が良かったのかも。いきなり地下墓地に行って苦戦している初見プレイヤーにそっちじゃないよと教えてあげないプレイヤーにキスキ。一体目の骸骨はガードを下げていると比較的飛びかかってきてくれるような気がします。当たる攻撃が来た時はローリングで避けましょう。左45度にローリングで降りて武器チェンジで着地キャンセル。段差の手前でダッシュ入力を抜いてスタミナを回復しつつ、走行ラインが膨らまないようにします。ついでに武器チェンジ。インコースを走って道を開けるレバーへ。レバーを押している間に被弾対策でヌスストの防具を全て装備します。ネクロマンサーの攻撃が当たらないように軸をずらしながら今来た道を戻ります。もちろんインコース。一応あの場でババアの加勢をダッシュで受けてしまっても即死ではないです。一体目の骸骨が転がり攻撃してきたらローリングで回避。縦受けは無駄。当たるタイミングを覚えれば簡単に避けられます。部屋に入って右奥にいる骸骨の転がり攻撃も回避しましょう。この2体以外は転がり攻撃を回避してもあまり旨味がないです。ババアに射抜かれないように軸をずらしながら走ります。室内の坂は通れそうで通れない場所があるので注意してください。ここの橋を通れるようにするためレバーへ。ウィスプをできるだけ残したいので雪は壁側を走ります。ここの骸骨2体は盾を構えているだけでは背中から切りつけられることもあるのでモーションを見て適当に回避してください。飛びかかりで崖下へ落ちてくれると美味しい。スイッチだスイッチ。
帰りは崖側を走ってウィスプの爆発に骨が巻き込まれるように。それでも追ってくる奴はパッチまで追ってきてしまいますが、死ね。橋に入る前にスタミナ大メモリ2つ分行き過ぎ、骨の転がり攻撃の着弾点でぐるっと回って右へジャンプ、手を出してきたクソ骨はそのまま崖下へ。どま、橋の奥にいるババアに撃たれないように注意。たけしを右手から左手へ、黒壺をセット。パッチズ戦。まず R1 を6回。黒壺をパッチの右側に落として壁際に寄せます。R1、R1 で出血。からのバックスタブ。このパターンの骨乱入はノープロブレム。黒壺に巻き込んでまとめて黙らせます。三日月斧を回収してコッペンで祭祀場へ帰ります。はい、用意スタート。ここまでのタイムは5分22秒、マイナス17秒。区間タイムが緑色なら設定タイムに対してマイナス。赤色ならプラス。黄色なら区間新記録です。橋を右へ降り、パッチを蹴らずに倒すことで短縮。設定タイムは先駆者様と同じ設定にさせていただいております。ちなみにパッチ区間のベストタイムはマイナス23秒です。各区間のベストタイムはツイッチにまとめてありますので興味のある方はどうぞ。エレベーターに乗ったら人間性を2つ砕き、すべての防具と機関の骨片を外します。線の古城の鉄球向けに人間性5が必要なので、クラーグの鐘を鳴らすまでにあと1つ砕きます。エレベーターを上げ損ねないように注意。いい具合にジャンプして着地ロリ。円形の階段をロスなく走れるように綺麗なカメラワークを心がけましょう。扉を開けてすぐのところに落ちているアイテムソールを拾います。今回は素直に橋を渡ります。私はこの先をジャンプで渡るルートを好んで使っていたのですが、ジャンプではなくロリが発生して落下し、リセットを連続でしてしまったので反省して安定を取ることにしました。どっちが早いとかはないです。この辺りのスタミナ管理は全部使う、全部回復する、全部使う、くらいでちょうどいいです。もちろん使い切るのは NG ですし、溜め切るのもわずかにロスになります。アストラの、これでアイテムソールの回収は終了です。エレベーターで機関のコッペンを外しておいたのは、回収したソールが直接アイテムスロットへ収まるようにするためでした。真面目な話をすると、三日月斧ルートでアストラの直剣を回収し、使用する場合もあります。それは、三日月斧を取得するも骸骨に殺されてしまった、という条件で、それでもそのテイクを走り続けたい場合に限ります。もちろん通常よりタイムは遅くなってしまいますし、リセットポイントも増えてしまうので気晴らしでしかありませんが、この変な動きは比喩の脇を抜けるためのブレスを誘発できないか試していたものです。とうとう比喩を手なずけることは叶いませんでした。比喩の尻尾の先くらいから息継ぎ始めてきた呼吸。このスタミナ用ではしごまで走ります。はしごを登りながら三日月斧を所持装備の一番目並び順の変更。装備や強化が楽になるようにしましょう。残りの時間は三日月斧を見せつけていきます。波台石の指輪を回収。降りるためのロリは水門側へ緩く角度をつけた方が着地狩り回避が安定します。多分自由のドレスを着地後に進む方向とは反対に向けてやる感じです。この比喩、至近で直線ブレスの時は走っているだけだと殺されるので注意してください。この草からメモリ2つのスタミナでエレベーターまで走ります。アイテム使用は焦らずスイッチを踏んだのを目視で確認してから、回収してきたソール2つを砕き、エストを飲みます。エストの使用を確認したら装備メニューを開き、指輪スロットで待機。エストを使い終わったら石油を装備します。アイテムは黒壺にセットしておきましょう。二呼吸、総門の盾まで走ります。総門の盾の装備に必要な能力値は筋力10、素性ヌスットの筋力の初期値は9なので、現在装備しようとすると能力値不足の警告メッセージが表示されてしまいます。メッセージによって回避などの入力を受け付けない時間が発生、能力値不足でまともにガードもできず、背後の黒騎士への対処が困難なため、移動してから装備します。能力値不足の警告メッセージはスタートボタンでメニューごと閉じてしまうのが良いでしょう。隠しテクニックに主に照準器として必要な弓を取りに脇道へ。ジャンプ。かかとを引っ掛けて着地武器チェーン。この際武器チェーンの後にロリが出ないように注意。着地ロリ。スタミナが回復してから走り出します。降りるとき左へ落ちてしまうとかなりロスです。三日月斧の強化素材、光る鎖石を結晶トカゲから回収します。ロックして盗賊の担当の片手 R1 を一発、黒壺を一つ。光った結晶トカゲが足元に転がってきて走るのに邪魔になることがあるので、よく見て丁寧に避けてください。
ガードがすぐにできるよう、ここから次のかがり火までは担当を両手持ちにして走ります。能力値不足でフラフラと盾を持ち上げている間はダッシュ中のジャンプ抑制が効いておらず、とっさの回避ができないのです。ジュジック産地、デモニックフォーリエージはスルーする。建物内へ入る前にスタミナを回復。くさびのデーモンの右側を通ります。今回はロリで腕が降りる前に通れないか試しています。さすまたを振ってきたら一振り目を回避してすぐ走る形でクリアします。ここの階段を登ったところからメモリ二つ分でかがり火まで。レベルアップ。筋力12、進行は16。進行から来るとカーソル移動が少なく済みます。ちょっとだけスピードランの話をしましょうか。現在はセンズゲートスキップというグリッチによって鐘を鳴らさずにいきなり線の古城へ進むようになっています。説明するには尺が足りないので右に参考動画を貼っておきます。このスキップはプレステ3でも再現可能です。国内のダクソ RTA ではこれを含むいくつかの技は制限されます。なんで？趣味？趣味ならいい。それはそれ、これはこれ。そんな感じです。さて、石類を入れましょう。バーネス騎士の攻撃をバックステップで受けます。これでは足りないのでバルデル騎士から一発武器受けします。両手持ち解除、即ガードで2発目も対応できます。部屋に入ったら左を向いてガード。出口の猛者の動きを見いい判断。猛者が出口を塞いでいたら背中を向けて攻撃を誘い、この飛びかかりは深く入れ違うカロリしないと被弾します。担当を四角で外し、丸二回で三日月斧を装備。外した担当を右手に装備。羽矢をセット。コッペンをスロット4番目にセット。アイテムはコッペンに合わせて置いてしまっていいでしょう。ベルガーゴイル戦。初撃を回避して R1 で尻尾を切断。R1 で昼に、R1 でとどめ。速やかに2体目。R2 で十分ですが、前進するモーションで、R2 より硬直が短いような気がするのでジャンプ攻撃を使っています。2体目の接近が早いとバックステップで避けられたりするので注意して対応してください。ガーゴイルの斧など、捨てる武器を中央へまとめておきます。その後、装紋を一旦外し、装備し直します。装備は上から N 番目と各スロットに記憶されています。狭間の森で装備した時点で装紋の盾は5番目だったので、今回の場合外して丸連打するとタゲシがついてしまいます。細かいことですが重要な要素です。このチャートではコッペンを持っているので F 式のツバイは、キャンセルだ。レバーを引いてコッペンを先行入力。ここでの選択肢の初期位置はノーになっているのでモーションが終わるタイミングで左丸。ここまでのタイムは12分27秒。マイナス22秒。区間ではマイナス5秒近くつけました。石類調整とガーゴイルのパターンは波でした。斧槍の黒騎士の相手をする必要がないのでこの区間のタイムはよっぽどのことがない限りプラスにぶれません。明日直からのリレールートにするとかそういうのです。ここではレベルアップはせずに鍛冶屋へ向かいます。話しかける前に右手を担当にしておくのを忘れないように。三日月斧をプラス2に強化。アルトリウスの紋章を買う余裕はないのでアンドレイからいただきます。担当で R1、セリフの間に三日月斧に持ち替えて両手持ち。R2、R1、R2。この時カウンターでジャブを一発もらえるように狙っていきます。石類調整はくさびのデーモンの遠距離攻撃をカウンターで一発。盾を構えて走らずに一発。アンドレイのカウンタージャブがこのノーガードの一発とほぼ同じダメージなので、受けておくとくさびの攻撃を待つ時間が1回分減っておいしいのです。ちょっと解説することがない。なくない？なあノーデー、そんな尺のためにいい。田中の花先生、新連載恋の取り方おめでとうございます。自分は単行本派なので第一巻をぐーっと待っているところですが、電撃大王で連載中ですので気になった方はぜひどうぞ。ここ、いい角度で走れば岩の上を通れます。主人とすれ違う時に少し行き過ぎ。この草からスタミナ一本くらいで扉まで走ります。主人が追いかけてくるなら仕方ないです。対応しましょう。地下墓地の骸骨よりは楽です。石類調整中に右手の武器を外す余裕がなければここで外します。階段の一番上からジャンプでかかとを引っ掛けております。これが一番スタミナ効率が良いと思うのですがどうなんでしょう。魔法は三日月斧を走っている間は一度も当たりませんでした。でも山賊は許さないよ。絶対に許さないよ。
左右に吐けずに正面に居座った挙句に回避できない処理落ちのタイミングで攻撃してきたあの山賊だけは決して許さないよ。意思装備は必要ありません。ジャンプで壁を越えます。壁を越える際にかかとを引っ掛けると早いのですが、稀にうまく壁に乗れてしまって落下ダメが発生しない場合があります。そうなったら次の落下ダメだけでは石類が発動しないので、シフのぴょんぴょんがかすって石類が入るように祈っています。もっといい方法があったのかもしれません。着地からスタミナ1本で扉まで。次回パート2、シフ戦からです。